はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。実は今朝収録しているんですけども、これからね、東京に向かって本当のっていうとおかしいか、ラジオのお仕事がありまして、3時間かな、そう収録あるんですよ。なんか3時間一気に放送のやつじゃないんですけど、結構回数をまとめ取りするちょっとお仕事があって、その前にダラダラジオ喋っちゃうぜっていう感じでね、朝今撮っているんですが、今皆さんの画面にはおそらく生まれ変わったらみたいな言葉にしてるかなと思います。本当は一番ね、根本のテーマとしては、その解決しない、答えの出ない悩みについてっていうところで話していくんですけど、そのメインテーマとしてはちょっと死後の世界、つまり死んでしまった後のことを考えるとどうなるみたいなことでちょっと話していきます。ただ今 YouTube すごく規制が厳しくって、タイトルとかサムネイルに死っていう言葉を入れるとですね、結構引っかかるんですよ。で、この動画だけがさ、収益化発されるなんても全く問題ないのでいいんですけど、そのアカウントにね、まあひどい赤番とかねアカウントエラー、イエローカードをもらうとちょっとめんどくさいので、伏せるというか、言葉を変えてタイトルとかもつけてると思うんですが、まあそんなことを話していきます。なのでここまでね聞いて興味がある方はぜひこの後も聞いてもらえたらと思うんですけども、まあこのテーマを話すきっかけとなったのは、私息子が2人いるんですが、上のお兄ちゃんも、まあ小3でね、下の弟くん今年長なんだけど、最近下の子もたまに聞いてくるんだけど、死んじゃったらどうしようっていう。で、一時期上のお兄ちゃんがね、去年かな、小2かなんかの時がすごくピークがあって、もうそれで眠れなくなるみたいな、不安で、でパパみたいなねで、まあ息子ながらにパパたちがその先に死んじゃうっていうのはやっぱり薄々やっぱ分かっているので、そうパパたちが死んだらどうしようみたいなのがね、どうなっちゃうの僕たち死んだらみたいなのが話してたんですよ。で、これもし皆さん学生の方も多いと思いますけど、もし自分の子供とか自分のじゃあ生徒さんとかねに聞かれたらどうするっていうのをちょっと考えてほしいななんて思って今喋ってて、でその時、まあ自分もね、俺ピーク多分小4だったと思うんだよね、小4か小5だったんだけど、このね悩みで一時期ほんと寝れなくなったことがあって、だからその小学校の時にすごい考えた結果、当時何のねそのいろんな知識とかもなかったんだけど、自分の中で一個最後帰着したのが、魂の数って決まってて、この世にある魂の数って、でそれが順番子にこうぐるぐる回ってるっていう風に思ったんですよ。ちょっと後々したらちょっと輪廻転生にちょっと似てるんだと思うんだけど、発想としてはそう、魂の数は決まっててぐるぐる回ってると。でその一回人生が終わって死んでしまって魂が戻りますと。で戻った時に記憶とかを何かのね装置で消されて、ただそこの人生、前の人生で送ったその良いことをどれだけしたかっていう、その良いことと悪いことの比率で判定されて、次の人生何で生まれ変わるかが決まってくるって小学校の時になんか思ったんですよね。で割とそれがすごくしっくりきてて、自分はずっとそれを信じてるというか、まあそう、なんか今でもあんまないけど、まあ、社会人になってからもさ、死んだ後のことを考えることがあって、自分はその病気負っちゃったから、そう病気患ってあんまり人より人生長くないかもしれないみたいなことを思うことがあったからさ、だから死んだ後のことを考えた時に、でもやっぱりそこなんですよね。で別にそこに知識を加えてさ、もっと確固たるものにしようなんてことも思ってないので、まあそれでいいかなと。で実はそれはそのまま息子にも説明をしてて、まあ、それを納得いったかどうかわからないけども、でも上のお兄ちゃんは特にすごく根が真面目で、そういいことをしようみたいな悪いことをすると自分に返ってくる悪いことがっていう、なんかすごくそれを感じてる子なので、だからまあでもそれを過度に行き過ぎるとさ、良くないなとは思うからバランスなんだけども、でもまあそこの部分は大事にしてあげたいと思うからさ、なんかそことうまくつなげて、人のためにできることやっていこうねみたいなでも自分のことも大事にしなきゃダメだぞみたいなことを話しながらしてるのね。で今回なんでこのテーマで喋ったかっていうと、その死後の世界について考えるのもそうだし、みんなが日常でさ悩んでることっていろいろあると思うんです。でその中で解決策がすぐ出てくるものもあれば、なかなか難しいものもあるじゃないですか。で自分がよくね悩みに関して2つに分類分けるんですよ。でどう分けるかっていうと、まあざっくり言うと、今みたいにすぐ解決できる何かアクションを起こせるものと、アクションを起こしてもなかなか解決しないもの、時間がかかるものとか、もっと言うと
考えても仕方ないこと、もうそもそもねっていう風にカテゴリーを分けます。でその中でも結構もうちょっと、細分化というか詳しく分けていくと、他人が関わるかどうかっていうのがやっぱすごく大事なんですよ。もちろんその死後の世界とかっていうのはあんま他人がっていうのはないと思うんだけども、普段日常でこう悩むことって自分一人でアーダコーダーできる悩みと、誰かつまりは恋愛の悩みとか友人関係の悩み、親子関係の悩みっていうのは誰か相手がいますよね、対象の人が。でそうすると自分一人でどうこうじゃないんですよ、相手がいるから。だからそうすると結構トンネルに迷い込むんだよねそう、真っ暗なトンネルで出口が見えなくなっちゃうと。でもちろんそこにはさ、相手と話し合ったりすることによって解決に近づくっていうのもあるんでしょうけど、それも相手によるじゃん人によるでしょ。時恋愛とかだったらさ、相手が全然こうなんか一目惚れしちゃって全然相手のことを知らない、相手は私のことを知ってるかもわからないみたいなとこだったら、もうどうやって考えても先に進めないし、なかなか、まあ、もちろんそこでさ、じゃあ声をかけて仲良くなれるかチャレンジするというね、アクションも起こせるとは思うけども、そうだから悩みっていうのは、悩んでる辛いってなっちゃうとものすごい路頭に迷ってちゃう。なんとなく悩んでるっていうのが一番しんどい状況になってしまうので、そこを、すぐに何か行動を起こせる、アクションを起こせるものなのか、それともそもそも考えても、ちょっと厳しい今すぐは、っていうことであれば、まあちょっと問題の先送りになっちゃうけど、その未来の自分ちょっといや頼むわ、今ちょっと俺は無理私はちょっとパスみたいなことも大事だと思うんですよ。そうだからなんかね、そういった発想って持ってほしい。で俺は学生時代にそれが欲しかったの、その発想がね。だからまあダラダラジオって、まあ、学生の方もいれば社会人の方とかね、保護者の方とかもいらっしゃるんだけども、学生のみんなに、あ、そういう考え方っていいんだっていう、その選択肢の一個をね与えたいというか、気づいてほしい場になってるので。俺もしね、自分が今中学生で、今このね現代で俺があの頃いじめを受けてた中学生に戻ったとしたら、授業動画も多分見てたと思うんだよね。まあ俺ハイチって人間が好きになったかどうか知らん、それは分かんないけど、でもこういうダラダラジオというか、大人その考え方とかに触れる機会が本当に欲しかったと思ってた、思うの。なぜかって、だって中学の時にさ、知ってる大人って先生か親しかいなくない？なかなかうち別に親がさ、すごいこうママ友とかとつながりがなんかいっぱいあるって親でもなかったから、ほとんどそれが全てだったんよね。で、まあ、それが悪くはないけど、でもいろんな人の考えが知れるって、その今さ SNS とかネット社会だからしんどいこともあるんだけど、でもそれってすげえプラスだなと思うんだよね、今現代において。まあそのフェイクとかさ、嫌な情報が知っちゃうっていうのもあるけど、でも自分にとってプラスになる、糧になる考え方とか情報っていうのを簡単にアクセスすることができるっていうのはね、いや羨ましい。俺今ちょっと戻りたいもんね、小中高、まあ中がいいかな。今この世界で中学生として生きてたらどうなってんだろう、いろいろ変わると思うんだよね。もうちょっと視野広く持てたんじゃないかななんて思うから、そうだからね、今回もそんな話をさせてもらいました。はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間が皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また明日じゃない、来週だ、ごめんなさい、完全に今ボイシーのテンションだった来週ね、お会いしましょう。じゃあこれから、東京行ってね、ラジオの収録も頑張ってきます。それじゃあまた来週ね、お会いしましょう。またね、またね、バイバイ。